こそ阿部ファミリー。ありがとうございます。阿部家の人々です。ようこそ長崎へ。ありがとうございます。なんかね、あきおちゃんが紹介してくれてそしてこの素敵なお店で、ね、島川さんにも出会いまして温かい皆さんに囲まれてとってもホッとしています。もうちょっと温かいのあげる。ぼっちぼっちゆっくりゆっくりぼち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 みたいな向かってる、向かってられる方は、向かってる方はあれですかね、もういいですかね、向かってる方は、向かってる方はもうそろそろエネルギーがついてるんでいいんじゃないですか。先にあのお話より先にね、歌をじゃあ聞いていただきつつ、あの到着を待ちましょうかね。これが前に住んでいた麦尾っていう集落の、今住んでるのが宮ノ浦っていう、こう丸があったらこっち合ってる、 逆だとよくわかるんですよ。でこうちょっとこの辺かな、この辺の丸の薬師丸丸のこの辺の集落の、盆の踊りですね。お墓の前とかお寺の前とか神社とかと海で踊るんですけど、でそこに住んでた時に、習いまして、で本来これはね踊りができるようにならないと歌は教えてもらえないという感じなんだけど、まあ、歌を聴いて習って聞き覚えて、深夜踊れないけど歌います。私は踊りも習った、そうズルしたね、私は踊りを習いましたが、ちょっと踊ってみますが、しばらく経ったもう4年ぐらい、もう5年ぐらいやってないかな、ちょっとなんちゃってですがやります。はい、いいよ、そっちでいいよ、いいよ、一緒にそっちでいいよ、一緒に踊っていいよ、一緒にさじきで楽しみます。では、ブギオという村の、お盆の踊り、松葉という曲聴いていただきます。はい、松葉木片に駆け添えて、いつも月変道変より早地上天天と祈ってやと祈って天神上天や地上天され注意だね。
の歌をたくさん持ってきてます。夏ですんでね。夏のピカピカのね、ピカピカの夏の歌を歌います。今でも踊りの歌でもあるね。そうですね。次もじゃあ踊りの歌を。踊りの歌なので、振り付けはオリジナルでぜひ踊ってください。踊ってください。子供たち。ね、これちょっと休むの、頭をなでて。やはり盆の歌ですね。そうですね。盆踊りの頃の。別の集落の盆踊りですね。さっきのがですね、麦尾という村の盆踊りなんですけども、時計でいうと4時半ぐらいの村なんですけども、丸い島なんでね、次は湯泊まりは7時ぐらいかな、時計でいうとのところに湯泊まりという、温泉がある村なんですけども、ここの、お盆の踊りの歌を聴いていただきます。これがですね、皆さん屋久島って行かれたことある方どのくらい、はい、あ、結構行かれてるんですね。屋久島が沖縄だと思ってる方はまさかいませんよね。屋久島は鹿児島県の、島でして、鹿児島から200キロぐらいですね、のところにありますんで、がっつり沖縄っていう感じのところではないですよね、かなり鹿児島な感じのところなんですね。で、琉球、沖縄の方と鹿児島は米とか砂糖とか、船でね、もうかなり昔から行き来がありまして、で、それは船がね、薪と水を補給するために立ち寄る灯台のような役割をしていた島なんですね。で、以前はですね、琉球音階の北限、琉球音階っていうと、レレ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 レ、はいやはっはっていう例のあれね、琉球音階の北限は、沖永良部島だと言われてたんですけれども、この屋久島にもちょっとこう琉球音階があると。おそらく船でね、立ち寄った方とか、ナンパして助けてどうのこうのとか、そういう立ち寄った方がですね、置いていったんじゃないかと思うんですけれども、次に聴いていただく曲もですね、那覇の港の名前が出てきたりとか、あとは発音がちょっと沖縄風の発音の歌詞があったりとか、沖縄の南の方のね、匂いがしている曲なんですね。いや、湯泊まりの笠漏れ踊り歌聴いてください。Thank you.
ありがとうございます。次が宮野浦です。次が、子供たちいるから一個ずつ行こうかな。今日は続けていかないでね。宮野浦の子守歌を歌いたいと思います。次もね、ちょっと賑やかに歌うから踊れる子は踊ってくれて大丈夫だよ。その後がね、お話になるから、お話の時は静かにしててね。次の曲は一緒に歌って、そう、ジャンプはしないでね。はい、下の人びっくりしちゃう。お、下の人びっくりしちゃうからね。じゃあ行きます。どがてっちゃなんだよ、こう言って子供たちを戒めています。山姫はきれいかおなごで、髪は今洗ったばかりのツヤのある洗い髪を後ろへ長く垂らしている。とかまたは、山姫に会ったら向こうが笑わんうちにこっちから笑え、山姫が先に笑ったらたちまち首の血を吸われる。あるいは、山姫ははじめその顔を正面からは決して見せない、後ろ向きに見せる、そして顔を横に振って横顔を見せる。この時笑う、笑った時こちらがついすり込まれて笑うと血を吸われる。そしてその人はもう帰れない。笑わずに睨みつけておけば山姫は去っていく、などといろいろ言われて、山姫は大変恐れられているのです。さて
ある年のこと、名越という男が宮の浦の向こうの地獄谷というところに竹切りに出かけました。竹を一本切った時に大雨がザーザー降ってきました。そこで手ぬぐいで顔を拭いてちょっと向こう見たら、縦縞の着物を着て髪はかかとまで垂れ下がった女が突っ立っています。次の瞬間、何かビシャーッと女の意向に叩きつけられて、男はそこにひざまずいたまましばらく頭が上がりませんでした。雨はどんどん降っています。男が恐る恐る頭を開けてみると、女はすぐ近くまで来ていました。男は夢中で後ずさりながら、もう二度とここにはこんからどうか許してくれと一心に詫びました。そしてもう一度そーっと視線を上げて前を見ると、女は眉間ばかり先に立ってニコニコと笑っています。男はもうどうなることかと生きた心地もなく、ぎゅっと目をつぶってそのままひれ伏していました。そのうち雨が止んできました。男が再び恐る恐る頭を上げてみると、竹やぶの小道を女はそろそろと向こうへ行くところでした。黒髪をかかとまで垂らしたその後ろ姿も飛び上がるようなべっぴんでした。やがてすっかり雨が止んで、カラッとした嘘のような上天気になりました。男はやっと安心したものの、さっき切った一本の竹はそのままにして急いで家に帰りました。それから一週間、男は寝込んでしまったということです。山姫のお話でした。次の歌はこれも宮の浦の歌ですね。そうですね、今の山姫が出没する山の麓、僕らが住んでいるところですね、の宮の浦の、これもお盆の歌ですけど聴いていただきます。宮の浦の四つ竹踊り、ね、四つ竹っていう、四つ竹ってわかりますかね。あ、それは御嶽です。それは山の言った御嶽なんですけど、四つ竹はね、竹。竹をこう指にはめてこうやって。竹はなんか三番っていうやつですね。四つはめんだね。そうだね。こう四つはめて、片手に二個ずつだね。こうつけて、こうカチカチ音を出しながら踊るんですね。押しかけるじゃん。
酒踊りの歌でした。どうしよう。もう一つ、ミヤノーラのお話をしたいと思います。さっきあのお話に出てきた山姫が出てくる山のその同じ谷なんだけれども、そこが地獄谷で、そこからの海に出た海ですね、湾のところですね。仲良しありがとう。先島丸というお話です。昔屋久島でも土葬が行われていました。今から40年ほど前までは土葬だったんですね。宮の浦の墓地に行くと、玉屋の壁に帆掛け舟を書いて、その脇に先島丸と書いてあるのが見られました。南海のことを屋久島では、死んだ魂は船であの世へ行くと考えられているのです。ある年の盆の16日のことでした。この日家々では盆に招いた少量様をまたあの世へ送り出す日なのです。それでこの日まではあまり仕事などしないのだと言われています。さて、宮の浦の荒木伊八郎という男が長田という集落に休養ができました。宮の浦から長田までの6里の道のり、それに盆の16日というと暑い盛りです。伊八郎は朝陰のうちに行こうと思って、夜中の一番鳥が鳴いた時宮の浦を立ちました。薬神社の前から海沿いの道をずんずん行くと、やがて道は山あいに入り上り坂になりました。一里ほど行くと神輿の峰に差し掛かりました。心地よい海風が吹き上げてきます。昼間なら道を上り詰めたところからは下の海が見え、彼方には開門岳や硫黄島、種子島などが望まれる、とても見晴らしのいいところなのです。眼下の海は都迷子の裏といって、トビウオの漁場となっているところです。八千郎はやれやれば、まあ、タバコを一服とつぶやいて腰を下ろそうとしました。その時ガヤガヤガヤと下の都迷子の裏に大勢の人声がしてきました。ほわ、おかしかどね、飛び王子でも中が何者じゃろか、しかも盆の16日じゃというとに。けげんな顔をして伊八郎がひょっと下を覗いてみたところが、思わずあっと叫ぶところでした。それもそのはず、何百艘とも知れぬ帆掛け舟が浮かんで裏いっぱいにひしめき合っているのです。そしてどの船の帆にも先島丸と大きく書いてあります。伊八郎は急に背筋が寒くなって、持っていたキセルをポッと落としてしまいました。伊八郎の後ろには振り腰の峰が夜空に黒々と迫って、辺りには人影など全く見えません。伊八郎は慌ててキセルを拾って火をつけました。そしてもう一度こわこわと下を覗いたところが、どうしたことでしょう、今度は何もない暗い海ばかりです。さっきの先島丸は影も形もありません。あんなに賑やかだった人声も全く消え失せて、夜の静けさだけがありました。伊八郎はもう長田へ行く気はしなくなり、急いで宮の浦へ引き返しました。こんなことじゃから、盆の16日は仕事などしないで寺参りなどして少量様を送るものだそうな。伊八郎の見た先島丸はきっとあの世から宮の浦へやってきた少量様が帰って行かれるところじゃったのでしょうな。
黒潮とともに海を渡り、屋久島の山々や里を駆け巡る風が人々の噂話から拾ったお話でした。ありがとうございます。少量様のお話でした。先島丸のその先島っていうのが長崎のあたりにあるんじゃないかって言われたりして、そういう説もあるんですね。そういう説もありますね。未来家内、未来家内思想じゃないかって。でもなんかあの長崎の小6年は聖宝丸、西の方って書いてある。あ、そうなんだ。じゃあやっぱり長崎の西なのかな。何かあるのかな。西の沖にこうなんか。長崎まで屋久島から来て長崎で乗り換えて。本当若葉堂でコーヒー飲んで少量です。よかったね、ピンクが。さて次の歌はじゃあ松番だ。はい、いきますか。はい、ですね、屋久島の民謡の中でもですね、最も重要、どれもね大事な歌なんですけども、あのとても大事なあの歌の中の一つで、松番だという歌がありましてですね、これもあのさっきから何度かお話ししているように、あの琉球からの影響を受けている歌なんですね。歌詞は屋久島、おそらく屋久島製の屋久島でできた歌詞、でメロディーのラインは、琉球の方から来たんじゃないかと、なんだっけ、南大東島とか沖縄の中でもかなり、台風が来るといつも大変なことになって、あっちの方 の島に似たものが残ってたりとかするんですね。で、奄美にはあの途中の島の奄美にはあまりないんですけど、あのっていうのはやっぱりこう歌がね、いろいろ県内にいろんな歌があるところは、まあ、消えちゃったりとかしてるんですけども、地味なところはねちょっと残ってるわけですよね。で、屋久島ってところは屋久島でできた歌っていうのはねあまり多くはないんですよね。で、あのどこから来たものと来たものがこう合わさる、融合するっていう地点なわけですよね。あの遥か彼方、南大東島へ何キロぐらいだろうな、もう1000キロ以上あるところからやってきた歌が、今でもあの細々とですけれども、残っているっていうのが非常に面白いところじゃないかなと。悪石島なんかでもね似たようなメロディーで歌われたりするんですけれども、松番なんですね。Oh.
ちゃう。